松山市堀江町の三浦アートビレッジで第15回愛媛工芸作家展が開かれています。これは三浦アートビレッジが毎年開いている展覧会で、愛媛を中心に活躍している工芸作家を紹介するものです。今回は愛媛の伝統工芸紹介展示として菊間瓦を加え19人の作品が並びました。砥部焼をはじめとした陶磁、竹細工や木工、金属、ガラス、染色などさまざまな素材と技術で創作された展示作品は全部で71点。模様や色、形、発想力など作家の感性がそれぞれに光っています。愛媛工芸作家展は毎年春に開催している展覧会で、今回で15回目になります。見どころとしては、愛媛の最前線で活躍されている作家さんの最新の作品を見ることができるので、さまざまな分野の作品を一度に、お楽しみいただけます。現在ふれあい桜ウィークというイベントを開催中です。4月4日までの間、平日先着50名、土日先着100名様にお菓子と砥部焼小皿のプレゼントをご用意しております。また4月2日までの間、午後1時から4時までの間に作家さんが在刊されている作家在刊日となっておりますので、気軽に作家さんのお話を聞いていただくことができます。また4月3日4日には作品解説会を予定しておりまして、こちらでは普段見ることのできない画像とともに作家さんの貴重なお話をお伺いすることができます。工芸作家さんご協力のもとによる工芸品販売コーナーもございます。作品鑑賞の後に、気軽に日常使いの工芸品を生活に取り入れていただくことができます。コロナウイルスのこともあって外出しづらい時期ではあると思うんですが、美術館で静かに作品を鑑賞していただいて、外のお庭で桜をゆっくり楽しんでいただいて、ゆっくりと過ごしていただければなと思っております。第15回愛媛工芸作家展は5月9日日曜日まで三浦アートビレッジで開かれています。